夫2世は、バイエルン公兼ライン級中博ルートビヒ1世とボヘミア公ベドジフの娘ルドミラの子1222年に、ライン級中博ハインリヒ5世の娘アグネスと、ボルムスで結婚。この縁がもとで、ライン級中博とバイエルン公は、夫2世の子孫に代々受け継がれていくことになる。法園主タウフェン朝に忠実であり、 神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世の次男コンラート4世に娘のエリーザベトを手話せている。1253年、ランツフー,ートで死去。医療は、長男のルートビヒ2世と次男のハインリヒ13世が共同統治することになったが、1255年に、分割、ルートビヒ2世は、ライン級中白とウェバイエルンコとなり、ハインリヒ13世は、 シモバイエルン公として相続した。アグネスとの間に5人の子を設けた。エリーザベト1246年に、ローマ王コンラート4世と結婚。1259年に、チロルハクケ,ンケルン天皇、マインハルトと再婚。ルートビヒ2世からウェバイエルン公ライン宮中博。ハインリヒ13世シモバイエルン公ゾフィー1258年にズルツバッハヒルシュベルク。 ハク・ケプハルト4世と結婚、アグニス、ありがとうございます。